行くぞー。こんたくさんの丼や陶器はこの村では食べ物なので、あの子はあの奇怪な動きがスタンダードなんよ。面倒ごとは俺に押し付けて自分はピクニック気分かい。この年代の女性がくださる秘伝の薬に僕はまだいい思い出がないんですよね。こんにちは、ガランドーと申します。はい、前回電木さんに町の様子を見るように言われたので、町の様子を見つつ、ある程度サブクエとか消化できたら電木さんのところに行って、ちょっと次の展開を進めたいと思ってます。じゃあ行こう。ゲンズさんどうした？君、前回はミミロルの写真を撮らせてくれてありがとうね。村のみんなに好評だったよ。おお。それでまた頼みたいことがあるんだ。こちらの写真を見てくれ。おお。おお、なんだっけ。あ、この子か。次のところにいるんだな。こいつがもしかして火の玉でもあるんじゃないか。なんだか怪しいものが映っているだろう。こんなに近いのに撮っているときはさっぱり気づかなかった。ゲンゾーさん、この距離感までポケモンに気づかないのは夢中になりすぎだよ。あの夜の野外は気張らないと一瞬で骨とかすことになるよ。写りが半端なせいでポケモンかそうでないかもわからなくて、もやもやするし不安でな。写真のポケモンを知っていたら見せてほしい。頼んだぞ。ほう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 。じゃあ次のエリアであの子がいるんかな。ここはなんだ。あ、カミングスーン的な。あ、なんだい。あー、これはこの村の食べ物ですね。あ、こんたくさんの丼や陶器はこの村では食べ物なので、美味しそうだね。飴を買っていくかい。おう、千代子ちゃんも食べる？飴ちゃん買っていくかい。飴ちゃんの買おうかな。ポケモンの経験値を得る経験飴。ほう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 、あるね、経験飴って。なるほど、じゃあこれ千代子ちゃんが食べる飴ではないと。あ、今いらないかな。新しいポケモンを入れた時にその子を周りとこう合わせるためにちょっと飴を食べてもらうっていうのもありかもしれないな。千代子ちゃん、すごい見てるけど、この飴ちゃんは千代子ちゃん食べられない飴ちゃんだね。多分美味しくないし経験値増えちゃうから。千代子ちゃんが次やったらムキムキになったりしてないかな、ちょっと心配です。お、君は俺の実をくれた人、あの時ありがとうね。あー、サビさん名前なんか見た記憶あるなと思ったらあの人か。いい石取れた？目当ての玉石が見つかったからしばらくは村でゆっくり過ごせそうだよ。ああ、よかったです。原野ではポケモンに追われたり技を食らったりと散々だったけど、おお、頑張ったね。オレンの実は結局余って僕が美味しくいただいたよ。追われたり技食らっても使わないで結局食べたの。ポーチは本部の人に拡張してもらうのが基地だね。俺おやつ渡しただけの人やん。そういえば君は博士に相談した件で来てくれたんだよね。頼りになるよ。おお、何の件の人だ。あ、バリアードか。はははは。野生のポケモンが村にいるなんて怖いだろ。おお、野生なの。怪しい動きもしているしさ。それあいつのデフォルトでは。どういうわけか警備隊は取り合ってくれなくてさ。おお、調査隊でどうにかしてくれないか。ああ、そこにいる。おお、おお、あとは頼んだよ。ああ、あの子はあの奇怪な動きがスタンダードなんよ。ちょっと刺激しないように行こうか。ちょあんまり急いで寄らない方がいい。何してるの？バリア作ってる。そうなんですよ。後ろから行かせていただくね。後ろがガラ空きだよ。
こっちにバリア作った。おほ、どうした。うん、笑顔。あっちに逃げた。逃げるってことはやはり負い目があるんだよな。何してるか突き止めないと。別に負い目とかないんじゃない。俺もいきなり背後取ったしね。じゃあ村回りながら探しますか。畑はどうかな。あ、ありがとう。想像通り。あは、ほうほう、ピーピーブさん。あ、よしよし、そう、元気のつぼみ、キングリーグ。ほうほう、あ、え、おーおーおお、なんか増えてる。じゃあお野菜コースからお願いしようかな。うん、もちろんお願いします。ありがとう。どうも。おお、あんた調査隊だな。ちょうどいいところに来てくれた。畑をさらに広げたいのだが、水やりをする手が足りねえ。水タイプの技を覚えたポケモンがいたら貸しちゃくれねえか。ほうほう、うん、うん、あ、とりあえずコダックが畑にいたら可愛いなと思ったので、あ、コダックにしよう。うん、あんたのポケモンのおかげで畑を広げられるぜ。お、また増える。おお、畑に水が行き渡る。勢いによって畑を増やしちゃおう。おう、できたぞ。おお、あと一箇所。見てくれ、あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうよ。畑の水やりができる他のポケモンと交換するときは声をかけてくれ。はい、うん、あ、ふきさん、お守りばあさんから持っているとご利益のあるお守りを買えます。ほほほほ、ふきさん、お守りばあさんなんて呼ばれてるの、かわいそう。家族めき村を守ってくれるお守り石に感謝しているんだよ。あー、このセリフ毎回言わされるから変なあなたで呼ばれるようになっちゃったのか。ふきさん、俺はふきさんって呼び続けるからね。お守り石に何を願ってんだ。ほう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 、うせもの、丈夫、健康。お守りについて、お守りについてちょっと聞かせて。うせものを防ぎたいなら身代わりお守り。うせものを防ぎたい、気を失った時なぜか他の道具よりも先に消えてしまう不思議なお守りさん。丈夫を願うなら安全を守り、気を失いにくくする効果を秘めた不思議なお守りさ。健康気がするなら健康を守り、ポケモンの技による状態異常を回避する効果を秘めた不思議なお守りさ。ほうほうほう、なあ、全然わからんな。なんだ、全お守り変えましたね。てかでもこれはポケモンを守るもんじゃなくて俺を守るものか。どうも、ヌメさん。あ、まあ、相変わる持っておるな。おお、煙もかい。匂いで気づいたんか。鼻が効くんだね。野生動物か。うわー、すまない、つい気になってしまった。芋餅の材料、煙もいくらあっても足りんだらの。煙も譲ってあきれぬか。36個持っておるだろ。1個100円で買い取るぞ。うおぉ、なぜ数まで把握している。俺は煙をそんなに使わないんかな。ああ、とりあえず10個。いや、助かった、ダチンじゃ。また取れたら譲ってくれ。ほうほう、なるほど。確かここで煙芋が売ってたの。いくらだ。てかさ、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。
お前との距離をキープディスタンス、キープディスタンス、チクショー。あれ、サビさん、君、マリアーノはそこに逃げ込んだよ。ああ、ごめん、そこサビさんを探せばいいんか。おお、めっちゃおるな。ああ、移動しろっていうな。どこまで行けば、あ、行けた。よし、反対からか。うわ、バリアードやりよる。ああ、行けた行けた、びっくりした。ああ、なるほど。なんかバリアードのバリアがすごい変な入り方してるな。バリアード、なんだこれ、なんか迷路みたいになってる。どうしたらいいの。こうか。なんか迷路みたいになってるんか。バリアード、こらこら、バリアード、背中がガラ空きやで。バリアードかわいい。あっちに逃げた。ねえ、君ってポケモンに近づく動きが独特というか変というか、なんだ急に。もしかしてポケモンが苦手だったり。何を言ってんだ。おお、何かある、見えないの。ああ、バリアのこと気づいてないのか。あの壁に気づかないって。お前、安全圏から見てただけかよ。なんかあるんよ。なんだそれ。もしかしてバリアードが不思議な力を使ってるのかな。とにかくもっと調べなくちゃ。ほうほうほう。僕はバリアードを追わないと。君も早く来てね。なるほどなるほど。サビさんを探せばいいんだな。バリアードを探してたよ。コダックの頭痛薬とシノさんの薬のこと聞きたいんだよね。トヨさん、知ってる？コダックの頭痛に効く薬を探しているのかい？それならこれ、私の故郷に伝わる秘伝の薬だよ。この年代の女性がくださる秘伝の薬に僕はまだいい思い出がないんですよね。おお、秘伝の薬を手に入れた。ありありがとう。どんなポケモンでもたちまち元気になるすごい薬、丹波の薬屋で作られる。ほう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 。どんなポケモンでもたちまち元気になるすごい薬だよ。コダックの頭痛だけ治します。ただものすごい大きい声でおたけびあげたりとかするとかはない。大丈夫、痛みに耐えてる子だから。ちょっとあんまりこう手荒な真似はしたくないんだけど。ミレクルの依頼受けてくれたのね。今後団の方に伺ったの。ミレクルの毒を薄めて薬にしているのですって。ミレクルの毒からできる薬は腰痛に効くらしくて。ああ、あそこで腰痛で倒れてるおじいちゃんいましたね。カミさん、腰痛で寝たきりでしょ。ぜひグレクルの薬を作りたくて。作り方は知ってるから、あと必要なのはグレクルの毒よ。グレンドシッチに行ってグレクルを捕まえてきてほしいのよ。おお、いるかな。1/4、グレクルを譲ってくれる。ほうほう。あ、行っておいでグレックル。この子がグレックル。なんだか愛嬌のある顔ね。お前ラッキーだな、キミさんのとこの子になれるなんて。グレックルさん、毒を少し分けてくださいね。あー、毒の摘出方法を聞かせてもらおうかな。優しくしてね。くれる。あ、それはくれるって意味？そう。ありがとう。ちょっと薬を作ってみるね。バッチリよ。これなら効果も抜群のはず。かわいい。ポケモンって意外な形でも私たちを助けてくれるのね。あ、ポ
ケモンと人が一緒に働ける施設があればもっといろんな人やポケモンを助けられるかもしれないわ。そのためにもっとポケモンを知らないとね。調査隊の仕事は様々な人に思わぬ形で恩恵を与えるかも。キネさん、腰が爆発しちゃうじゃん。はいはい、とてもよく効く薬を持っていきますからね。あなたとグレックルのおかげで深見さんもまた歩けそうよ。ありがとね。ほうほう、なんでもなし。おう、こちらこそありがとう。よかったですよ。いや、お前ラッキーだな。キネさんとこの子になれるのは結構ラッキー。医療か、カエルか。なるほど。このお腹は毒渡す前からついてるよね。模様だよね。模様っぽいね。ちょっとお前のことはちょこちょこ様子見に来るから。一応おかしなことされに君は結構幸せに暮らせると俺は思っているよ。ラッキーだなお前な。様子は見に来るから達者でな。グレンのスイッチでも大活躍と噂の調査隊員だね。探したよ。探したの。結構前めちゃめちゃ通ってたけど探してたんか。妹のミアは警備隊だけど湿地へ仕事に行ったきり帰ってこない。え、君は湿地でひなつって人を見つけたってね。だったらミオも探せるんじゃないか。匂いある。そう匂いがあるものがあれば。匂い。そう。いや、探すために必要なんだろ。ミオの愛用の手ぬぐいはどうかな。あ、今俺は匂いを選んだことによってなんかちょっと変態だと思われたってこと？しっけえな。おう、バチが馬が匂いを覚えた。頼んだよ。湿地で行方知れずのミオを見つけてくれ。あ、ちょっと優先して湿地に行ったら探すようにするよ。リサさん、懐かしくも独特の香り。故郷のハーブは翡翠にもあるのかしら。ほうほう、あなたは調査隊よね。青いつる状のハーブを見たことない？おお、ポケモンにくっついているそうなの。うん、じゃあ知らないかな。青いつる状のハーブをつけたポケモンを捕まえたら私に見せてね。ほう、ほう、なんだ、青いつる状のハーブをくっつけたポケモン。青いつる状のハーブ、青いつる状、これかこれは青いつる状のハーブですか？どうかな、青いつる状のハーブ。青いつるがもじゃもじゃ。でも懐かしい香り。故郷のハーブだわ。ハーブなの、このもじゃもじゃ。はぁ、想像以上にハーブ。いえ、つるまみれね。これつるなんか。はぁ、それにツルが動いているような。この子の全貌が気になるわ。ツルだと思って抜かないでください。俺は多分ツルじゃないと感じているよ。うん、見つけてくれてありがとね。あは、ああ、助かります。ハーブとしてツルはちょっとだけ分けてもらうわね。え、この子から生えてるもの取って平気かな。そうか、この子と暮らせたら毎日香り楽しめるのね。あ、よかった、取られちゃうのかと思った、うちの子いきなり。まあ、お役に立ててよかったですよ。おー、新しい住人が来たのにここはあんまりにぎわっていない。あ、タオハさん、この人がタオハさん。森キングを沈めた調査隊員か。大罪の使いできたのか。あー、なるほど、そっか、俺持ってるわ。取った。あの、生きなほ。そうです。偶然来たんだけどね。話を聞くまでもない。あやつの店に卸す商品なんぞない。さあ、帰った。おー。大
ただでさえ生き生きな方が手に入るのって頭に来ているというの。あるあるあるよ、タオハさん。あ、タオさん持ってきたよ。生き生きな方持ってるのか、3つでいいから分けてくれんか。すごいテンション上がってるけど、これ渡して平気かな。あ、どうぞ。どうぞ。ガランドは生き生きな方3個渡した。グレンのチッチタイヤが生き生きな方。一面に広がる小麦色の景色はどこか懐かしく、教師の念に駆られる。生き生きな方は他の材料と調合した方が、ポケモンがよう集まる飯のいい匂いが立つんじゃろうな。お前さんの顔に免じて滞在の店に新商品をおろそう。こんな簡単に。なんであんな稲穂にテンション上がるんだ。あの稲穂大丈夫か。まあ、深くは詮索しないでおきましょう。しのさんの言ってた薬のことを教えてくれるタミさんが見つからないんで、ちょっと瓶をつけてみました。うん、え、家の中じゃん。いやいや、ご近所さんやん。ねえ、なんで自分で聞かない。この距離。あ、タミさん、どうも。おお、よく似たお二人で。ただ座り方に性格が出ている。ちょっとおてんばさんな島さんと、おしとやかなタミさん。なんだいあんた、シノから材料集めを頼まれたのかい。三つ葉のあの子だね。シノは知らないけど、実はグレンのシッチにいるポケモンなのさ。おお、シノには刺激が強いからね、わしのとこに連れて行きなさい。お、え、ちょっと待って、その言い方すごい嫌な予感する。え、ちょっと待って、薬にするためにポケモンを渡すって何されるの。え、三つ葉のポケモン連れてきてくれたのかい。持ってないみたいですね、三つ葉のポケモン。ただちょっとポケモンに何する気なのか、ちょっと不安なんだよな、このその言い方。不穏だよな。島さん、どうも。バサギリもあなたも大丈夫。危ない調査しないようにね。ほう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 、ありがとう。いたな、サビさん。来たね、マリアードなら。ほら、あそこにいる。おうおうおう、本当に壁を作ってるのか。近くで調べてきてくれ。なるほどな、これは迷路になってんだな。こうして、こうして。あー、結構今回早かったな。ガラ空き家で。かわいい。まだ逃げられる。待てったら待て。あー、これは3回で終わると思ったらちょっと違うみたいです。まだあるんか。ん、あー、前に進めない。見えない何かがあるぞ。まあ、俺の言うこと信じてなかったんか。なんだ、俺がなんかおかしなことを言ってるなぐらいしか思ってなかったんか。どうした、バリアード。なんだか慌ててるみたいだけど。デンスケじゃないか。そのバリアード知ってるのかい。こいつ見えない壁を作れるらしくて、門のところで不思議な動きをすると野生のポケモンが入れなくなるんだ。おとなしいし、門を守ってくれていいポケモンだから好きにさせているよ。なんだ、そういうことだったのか。そういう報告がないまま町の中に放つのはデンスケさんちょっとどうなんかと思うよ。手間をかけたって悪かったね。これで僕も一安心だよ。だが見えない壁があるなんて村の中でも気をつけないとな。かわいい。かわいい。あ、かわいい。バリバリ。かわいい。お？どうも、そのおさん。ああ、依頼の人。調査隊、いいところに来てくれた。EV と仲良くなるため助力してくれぬか。ほうほう。かわいい。孫のミオが連れてきた EV との距離を縮めたいのじゃ。ほうほう。かわいい。
発は考えたんだ。人もポケモンも胃袋をつかめば一発。おやつを作ろうとな。ウルザとのおやつを作ろうと考えたが、翡翠では入手できないものもあるので、ライオンになるぞ、材料を見繕った。生き生きの3つ、ポフの実2個、ズリの実1個を頼んだぞ。ほう。持ってきたよ。おやつの材料が集まったんだな。生き生きなお3つ、ポフの実2個、ズリの実1個、分けてくれるか。ああ、どうぞどうぞ。はい。おー、どれもいい実り。早速作るから待っていてくれ。待ってた方がいい？よーし、出来上がりじゃ。お主も一緒に味を見てくれ。ポケモンと味覚って一緒なんかな？ふるさとマフィン。美味しそう。美味しそう。はぁ。これは。うまいのはうまいのだが、なんというかちょっと違うのじゃな。ふるさとのマフィンは、もっとしっとり落ち着いた味だった。ほう。せっかく材料を詰めてくれたのにすまない。これでは仲良くなれん。そんなにグルメなのかな？一回食べさせてみたら？ブイ。いいからよこせって言ってるんだと思う。食べたいのか。ま、食べたいなら、ほらを食べ。ほらね。かわいい。ぐい。そんなに美味しいのか。いや、よかった。とかでも、そのおさんはもう自分が一番美味しいと思うのをあげたかったんだね。うん。でもきっと十分美味しいものだったんだろうな。ブイブイ。もっと食べたいのか。食べ過ぎは体に悪いぞ。かわいい。お座りした。かわいい。かわいすぎる。甘やかさないよう我慢させねば、せねばいいならん。そうだね。その、我慢。ありがとう。お主のおかげでいい向いたのもとってもいい感じじゃ。故郷のマフィン改め、ことぶきマフィンと名付けよう。でもあんまり美味しくないんでしょ？故郷のマフィンより。介護感か。ちょっと悲しいな。ことぶきの名が入ってるのに。材料変えればマフィンも美味しくできそうじゃ。俺がいろいろ試せる。EV のためにマフィンを作るぞ。私も試してくれ。ほうほう。おう、ありがとう。寄せ玉の素が追加されてますね。食べ物じゃなくなったっぽいな。おう、助かります。よかったよかった。よかった。楽しんでるようで。ちょっと町の人とは一通り喋ったので、とりあえず話を進めたいと思います。あれ、小娘いない。あ、いた。グレームシチでのポケモン調査ご苦労である。ガランドには次なるエリア、群青の海岸に赴いてもらう。最初に言っておく。群青の海岸にキングはおらん。ガランドさん、説明するね。キングだけど、数年前にはいたの。ただ、フルの事故で命を落として。そのキングがいた場所で怪しい影を見かけるとの報告が入ってきてな。さらには、ひふき島で材料を集めていた警備隊と製造隊の隊員が幽霊に襲われたとも報告している。幽霊。私としてもキングマンを荒らされるのは許せないの。でも群青の海岸にいるキャプテンは訳ありで。おい待てよ、お前の軍団の面倒ごとを俺に押し付けるなよ。もうわかるな、お前に調査を命じる。え、ちょっとその人間関係のケアまではちょっと。
私は群青の海岸で待ってるね。あそこの景色好きだから。面倒ごとは俺に押し付けて自分はピクニック気分かい？相変わらずだな、小娘。ガランドさんにはおかしなこと頼んじゃって申し訳ないよ。ガランドは仕事のできる団員、任せておけばよいのです。いや、新受団のお家事情まで世話するのは業務外です。しかもこいつ扱いの割に大したもんくれないしね。そうだね、森キングを沈めたガランドさんの強さ、優しさ、私は知っているもの。俺は相当優しいと思うよ。お盆の実3個であんな命がけの戦いをしました。はい。よし。次なる調査隊のエリア、まず群青の海岸。グレヌシッチよりもはるかに遠く、陸路での遠征となる。君のランクであれば、群青の海岸も調査可能。命令する。ヒヒキ島を調査せよ。なるほど。多分ランクがもう上がるんですよ。なのでちょっと何匹かポケモン捕まえて一回戻ってきて調査の報告したら今日は終わりにしようかな。ガランドさんではないかね。まあ村ならあっても不思議はないか。小僧、どうした？次はどこのポケモンを調査するというのかね。ああ、グレの死海岸、コーヒー付近。群青の海岸だよ。群青の海岸ですか。ガラナさんも大変だからね。キャプテンなのに世話をするキングがいないからね。新受団でもガラナさんの陰口を叩くやつがいるからね。ああ。おっと、ガランドさんには関係ない話をしたね。失敬失敬。いや、めちゃめちゃ関係あるんよ。この後巻き込まれるんよ。代わりにいいことを教えるからね。ほほ。ポケモンの中には石の影響を受けやすい種類もいるからね。例えばバサギリ。ポケモンによっては石で進化するからね。何が言いたいかというとね、ガランドさんが調査隊としてポケモンのことを調べるなら、水地方で見つかる石も重要になるということだからね。ほうほうほう。何しろ神王様が宇宙を作った時に力が込められた石があるとの言い伝えもあるからね。ほうほうほう。今の話はとても重要。そこを忘れないように、俺が見つけたそこそこ重要な石とかあげますかね。ほうほう、ありがとう、キクエ。ほう、頑張りの石。おほ2個。おう、ありがとう。うん。あ、これは初めて見ますね。そっか、今俺レベル6だもんな。うちの、ジュナイパー。頑張りのジャリ。あ、ジャリは知ってる。うんうんうん。ありがとう。ちなみに、進化の石が欲しいなら、一応社会で買えることもあるからね。おう、ありがとう。助かるよ。うん、ちょっと話進みそうだな。お、お、嬉しそう。あー、いい景色。うんうん。群青の海岸です。ご覧の通り広がる海と空。水タイプのポケモン、気候タイプのポケモン。どんなポケモンが待っているのでしょうか。ああ、楽しみだね。ポケモン調査も楽しみですが、気をつけて任務に当たってください。何か質問はありますか？キャプテンのこと知りたいよな。キャプテンって誰？群青の海岸には
人事団のバラナさん、ガンガ団の鈴木さんと二人のキャプテンがいるのです。ほほ。この小娘の話を聞く前に、俺はポケモンを。いい。もしかして強制的に話しないと進まないんか。もう後にしてよ。もう。これまた俺覚えなきゃダメ。ちょっと長いな。覚えるのむずいかも。いや、いい。音色はどこまでも届きそうで。今の私、あなたと心から戦える。お前は何なんだよ。なんで戦う。どうして。私は私の弱さを調べなければならないの。お頼みします。はぁ、あ、あー、今すぐ、ちょっとレントラー君が先頭じゃないと思うんだけど、もう、小娘。時空の裂け目、その先に広がる空間は知る人よ。参ります。なんだこいつ。チャイナじゃないか、ごめんな。何も言わずに急に勝負仕掛けてくるからよ。ちょっと待ってよ。そんなんあり。2匹がかりで来るとこないやん。なんなんこいつら。この卑怯者、やったる。もうやったるで、ね、波動弾でやっちゃいな。おらー、よし、ごめんなグレイシアちゃん。ああ、効かぬ。2連続するよ。おー、効かぬよ。はい、波動弾をやっちゃいな。すげー、波動弾すげー。危ない、ちょっとレベル上げしよう。急な戦闘はやめてくれよ。すっきりした。やがましいわ。世界は広く、私は小さいな。ありがとう。あなたのポケモンを元気にするね。あなたになら本音を話せそうだよ。知るかい。俺はお前に対してどんどん距離が生まれてるよ。電木さんとは団の長同士、弱みを見せたくないし。どうして私があれこれ背負ってしまっているのかな。あのね、海岸にいるキャプテンはバナナちゃんと言います。ただ世話をするキングもいないし、キングの後継も育っていないし、キャプテンにふさわしくないと異を唱える者もいるんだよ。でも誰が何と言おうと、私にはとても大事な人。真珠団のオザの座をめぐっていろいろ競い教えてもらったし、それで頼みというのは、彼女の連れているキングの後継を鍛えてほしいの。あなたの強さであれば、キングの後継も独り立ちできるし、そうすれば異を唱える者も彼女をキャプテンとして認めるよね。荒ぶるマサギリを元に戻し、真珠団を助けてくれたあなたなら大丈夫だと信じているよ。バラナちゃんならここを下って左手の坂を登った先にいるはず。俺にいきなりポケモン勝負を挑み、言いたいことだけ言っていなくなる。小娘、ちょっと何匹かポケモン捕まえて一回戻りたいよ。団員なんか上がるかな。もうちょっと。
建築祭のよりいちさん見ませんでした？え、見てないです。もうどこに行ったんでしょう。よければ人探しを手伝ってくれません？この先で待ってます。都合がついたら来てください。もうちょっと後で次やりますよ。今回はね、まだね、質問を集めさせて。博士どうかね。うん、もういけるはず。よし、確認する。図鑑を見せたまえ。ランクアップ。5つ星。あは。あ、ウィングボール。あは、あは。で、ウィングボールダブル。ありがとうボールよ。はい、じゃあちょっとポケモンとか集めて次回の新しい場所でのイベントに備えたいと思います。次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。キープディスタンスだよムベさん。ほい、その技ニダラケアでジョーちゃん。後ろに妹背負ってる。俺何も言ってないけど話は進むよね。おお、俺疑ってるっていうのか。余裕やないか。お前荒ぶってないやろ。オーディエンスの前で俺を投げ飛ばす気か。なんか今目怖くなかった？知らない方がいいこともある。